難読漢字、一瞬読み方に迷う漢字の問題が全部で24問です。では始めましょう。第1問、この漢字何と読む？正解は姿勢。人家が集まっているところ、巷という意味です。第2問、これ何と読むでしょう？正解はさじき。一段と高く設けた見物席です。第3問、これ何て読むでしょう？正解はだし。祭礼の際に引いたり担いだりする出し物の総称です。第4問、この漢字何と読む？正解は叩き。土またはコンクリートで仕上げた土間床のことです。第5問、この漢字何と読む？正解は策謀。計りごと、策略という意味です。第6問、これ何て読むでしょう？正解はザーサイ。アブラナ科アブラナ属の越年草、またそれから作られる中国の代表的な漬物のことです。第7問、これ何と読むでしょう？正解は在業。罪となる悪い行いのことです。第8問、これ何と読むでしょう？正解はさざれ石。細かい石、小石のことです。第9問、漢字なんて読む？正解は裁量。監督すること、取り仕切ることです。第10問、これなんて読むでしょう？講義。並々ならぬ深い思いやりのことです。第11問、これ何と読むでしょう？正解は安価。炭火を入れて手足を温める小ぶりな道具です。第12問、これ何と読むでしょう？正解は降雪。巧みなことと拙いことです。
第13問。これ何と読む？正解はご法度、禁じられていることです。第14問、この漢字何と読む？正解はなりわい、生活を立てるための仕事、家業のことです。第15問、これ何と読む？正解はくれぐれも、何度も心を込めて依頼、懇願したり忠告したりする様です。第16問、この漢字何と読むでしょう？正解は栗、寺の台所、転じて住職や家族の居間です。第17問、この漢字何と読む？正解はひしひし、隙間のない様、ぴったりという意味です。第18問、これ何と読む？正解は生臭い、生臭い、羊の生肉の匂いということです。第19問、この漢字何と読む？正解はあやに、言葉に表せないほど、何とも不思議にという意味です。第20問、この漢字何と読むでしょう？正解はながら、2つの動作、状態を並行して行う様子です。第21問、これ何と読む？正解はねぎらう、苦労や骨折りに感謝し、いたわることです。第22問、これ何と読む？正解はおーい、サイズ、数、または範囲が比較的大きいことです。第23問、この漢字何と読むでしょう？正解はおでこ、顔の上部で眉と顔の生え際の間のことです。第24問、最後の問題です。この漢字何と読む？正解はへなちょこ、未熟な人や役に立たない人をあざけって言う語です。